人類は水なしでは生きていくことはできません。しかしそれはあくまで摂取する場合に限った話であり、基本的には人体は水の中で生活できるように設計されていません。長時間頭が水の中にある状態だと溺死してしまうのはもちろんですが、仮に足がつくような浅い水の中だったとしても、人間は水深数十センチメートル程度でも歩行困難に直面することが知られています。降水量が1時間に数十ミリメートルにもなって大雨と言われる中、突然そのような状況に陥ることはほぼないと思うかもしれません。しかし様々な条件が重なると、数分で水かさが数十センチメートル以上に増加することがあります。一般的には鉄砲水と呼ばれる現象が発生すると、多くの命が危険にさらされることは容易に想像できるでしょう。もしあなたが鉄砲水に巻き込まれたら何を体験するのでしょうか。そしてあなたは迫り来る濁流に対してどのように対処すればいいのでしょうか。今回は鉄砲水に飲まれるとどうなるのかについてご紹介したいと思います。鉄砲水は実は明確な定義が決められたものではありません。日本においては近年では河川の急激な増水を意味することが多いですが、一昔前は大量の土砂が川の水と混ざりながら流れる土石流と同じものとして扱われていました。英語圏においてはフラッシュフラッドとも呼ばれ、目安として雨が降り始めてから6時間以内に発生する洪水のことを指します。鉄砲水が通常の洪水と異なる点は、その水流の速度と水かさが増す速度です。川の水の流れは時速 1km から時速 10km 程度が一般的なのに対し、鉄砲水は時速数十 km にもなります。また今まで穏やかな流れが続いていた状況から数十分、場合によっては数分で水深が一気に増加し濁流へと変化する場合や、水の塊がまさに鉄砲のように襲いかかってくる場合も存在します。一体なぜ鉄砲水のような現象は発生するのでしょうか。鉄砲水の発生原因は多岐にわたり、地形の関係で水が川などに集まり発生する場合もあれば、ダムの決壊、土砂崩れが湖や川で起きると発生する場合があります。そのため鉄砲水が発生している場所で必ずしも大雨が降っている必要はありません。鉄砲水が迫っている予兆はその発生状況により様々です。先ほど紹介した通り、必ずしも雨が降っているとは限りません。時には数キロメートル以上離れた場所の大雨により鉄砲水が発生する場合があります。また鉄砲水そのものの見た目も様々です。単純に目に見えて川が増水することもあるでしょう。他にも轟音を立てながら迫り来る土砂と入り混じった水の塊、遠くにうごめく黒い何かが見えたと思ったら、おびただしい数の木片を含んだ黒く濁った水が迫ってきていたなど、場所や原因によって鉄砲水は異なる顔を見せるのです。そしてもし運悪くあなたが鉄砲水に飲み込まれた場合、時速数十キロメートルにもなる水に対してあなたはなすすべもなく流されるでしょう。一般的には成人男性では水深40センチメートルから50センチメートルであれば歩いて避難が可能だとされていますが、これはあくまで通常の川と同程度、時速 10km 以下の流れの場合。時速 9km の流れでも水深 20cm 程度で歩行困難になるということが分かっているため、時速数十 km では言わずもがな。逆に流れに抗った場合、文字通り痛い目に遭うことになります。1982年に発生した長崎水害。梅雨前線が長崎県の中央部から南部に停滞したことにより、直近10日間における降水量は600ミリメートルから800ミリメートルに達し、地盤が緩くなったところに3時間で300ミリメートルを超える豪雨が降りました。それにより鉄砲水や土石流などが発生し、合計299人が犠牲になった大災害です。そこで遺体を検視した医師はあることに気づいています。それは若くて屈強な人ほど体の損傷が激しいこと。つまり鉄砲水に抗った場合、流れてきた木片により腹を切り裂かれ、土石により骨折するということです。自然の猛威に対してあなたたち人間の力など無に等しいのです。
一方で流れに身を任せれば助かるかというと、そういうわけではありません。鉄砲水は木片や土石を多く含むことは先ほど紹介した通りですが、それらが混ざり合い濁流と化している中飲み込まれたらどうなるでしょうか。以前バイエンスでも紹介した津波に飲まれた時と同様、まるで洗濯機に放り込まれたように激しく揺さぶられ、徐々に傷つきながら歴史へと進んでいく可能性が高いでしょう。また鉄砲水に飲まれたということは、あなたはただ流されるまま、そして鉄砲水は周囲の地形や人間が建てた建造物などお構いなしに進み続けます。つまりあなたは橋桁などに激突し溺死する前に命を落とす可能性があります。そうでなくとも鉄砲水には時に数メートルにもなる岩も混じるため、何かに挟まれて圧死することも考えられます。鉄砲水の脅威に対し生身で対抗するのは不可能に近い。であれば車の中に避難、もしくは車を使って逃げようと考えた人がいるかもしれません。しかし鉄砲水に限らず、洪水の際は車を使うのはお勧めしません。自動車は意外にも水深数十センチメートル程度でも浮き始め流されることがあります。例えば先ほど紹介した長崎水害においても、1000台以上の車が流されたため、内閣府は自動車は水に弱いと結論付けています。そのため車に乗っていたとしても鉄砲水に飲まれるのは避けられない可能性があるのです。さらに車の中もかなり浸水しない限り、水圧の関係で車の扉は開きません。冷静に対処しない限り車の中で溺死することになってしまいます。実際アメリカの気象局は、鉄砲水を含めた洪水による死亡事故の過半数は車で洪水に飲まれたためと注意喚起をしています。仮に車自体が飲まれていなかったとしても、一般的には鉄砲水が発生している状況で車を運転するのはやめた方がいいとされています。鉄砲水により多く発生するのは道路の冠水、特にアンダーパスと呼ばれるような周囲より低くなっている場所では鉄砲水による水が溜まりやすいことが知られています。もし冠水した道路で車を走らせてしまうと、そこで車が動かなくなる可能性があります。さらに冠水したアンダーパスでは水深が肉眼ではわからないため、思っていたより深い水たまりに突っ込み立ち往生するケースがあります。その場合あなたは徒歩で避難するしかなくなり、今度は生身で鉄砲水に飲まれる可能性が高まるでしょう。それでは鉄砲水から身を守るためにはどうすればいいのでしょうか。残念ながら鉄砲水に飲まれた時点で生身のあなたにできることはほとんどありません。生身の場合は切れた電線の影響で感電する場合もあり、より危険とも言えるでしょう。もし車の中にいた場合は落ち着いてシートベルトを外し、まず車の窓を下げます。水かさが胸あたりにまで達したら深呼吸をし、すぐに車から脱出し離れることが推奨されています。しかし車が鉄砲水に飲まれてあらぬ方向に流され始めた中で冷静に対処するには限界がありますし、脱出した後は結局生身で鉄砲水に立ち向かうことになります。そのため至極当然のことですが、そもそも鉄砲水に飲まれないようにすることが重要です。まずは地域の避難指示などの情報を集め、災害が起きる前に高台などに避難することです。迅速に避難するためにあらかじめ地域のハザードマップや避難所の場所を確認しておくと良いでしょう。避難が遅れ水かさが増し、あと一刻の猶予もない場合は速やかに高い場所をめがけて進むしかありません。家の中にいる場合は屋根裏などではなく屋根の上に避難することが望ましいです。これについても迅速な避難のために普段から災害用の非常用袋を用意しておくことがおすすめです。水、保存食、懐中電灯、ラジオ、毛布など避難所で数日間耐えられるようなものを選ぶと良いでしょう。鉄砲水は正確な予報が難しく、予兆もごくわずか、飲まれた後は運を天に任せるのみと、ひとたび発生すると非常に危険な災害です。そして近年ゲリラ豪雨や線状降水帯など鉄砲水が発生しやすい気象状況が増えていることはご存知でしょう。緊急時には正しい情報を収集し早めに避難することが重要となります。また用意がない人は非常用袋や緊急避難セットの準備を検討するのもいいのかもしれません。それがいつか生死を分けるかもしれませんからね。今回のバイエンスはここまで。
またお会いしましょう。